日中関係は完全な正常軌道です。経済新聞の一面の見出しは日中つかの間の蜜月。なかなかうまいタイトルだなと思いますね。はい、えー、G20 のために来日した習近平さんと安倍さんが会談しました。えー、安倍さんなんて言ったかというと日中関係は 完全に正常な軌道に戻った。<ー>安倍さんはね、完全にって言葉好きなんですね。<ー>えー、不用意に使うんですね。あの、福島原発の後も、完全にコントロールしていると言ってですね、はい、後で困った。その教訓が生きてない。今回も完全に軌道に乗っんそんなことありえないぞというのが蜜月の、束の間の蜜月なんですね。はい で、今日、朝日新聞書いてますけれども、懸案いろいろあるじゃないかと言っています。尖閣諸島周辺での中国、公船の活動は以前にも増して活発になっています。それから、東シナ海のガス電共同開発に向けた協議も暗礁に乗り上げたままです。<laughs> えー、こういう問題をね、 完全な軌道なんてとても言えないだろうということですね。で、ファーウェイ問題もですね、これ、えー、読売新聞が書いてるんですが、はいえー、中国は日本を突破口に切り崩しを図りたいのだと。うん、で、今回の首脳会談でこのファーウェイ問題は議論はされなかったというんですけれども、安倍さんはですね、えー、また来てくださいっていうことを取り付けたんですね。はい で、その、あれ、今後、習近平さん、再来日の実現をカードに、まあ、様々な条件突きつけてくる可能性もあるというふうにこう書いてるんですね。ですからですね、えー、習近平さん、日本との関係改善に舵切った背景には、アメリカとの貿易戦争があるんですね。ですから、日本は中国国と同じようにトランプさんから貿易赤字をやり玉に上げられてるんで、そういうところで強調しようというんで、近寄ってきてますけれども、えー このファーフェイ問題などでうまくいかなければ態度一変させる可能性もある。完全になどという言葉はね、使ってはいけませんね、不要。完全にってバカじゃないの